おはようございます。これから朝食用意するのですが、ボンジュール。とんでもないことが起こって、昨日の夜、これはアールグレー入れました。今日はアールグレー入れました。そうだ、この蜂蜜も入れちゃう。蜂蜜入りにしよう。あれ、出てこない。出た。昨日の夜、うちの近くの小売店っていうか、エピスリーっていうんだけど、アラブ人のやってる。まあ、夜中の1時頃まで開いてるから便利なんですけど、まあ、簡単な食品とか雑貨売ってる。ちょっとね、割高なんだけどね、夜だから。まあ、開くのが夕方の5時頃からで。で、その、主っていうかまあ、40歳くらいの人が、まあ、アルジェリア人で、カビールっていう族に、キャビール族とかあるじゃないですか、いろいろな種類の人たちが住んでる国だからさ。その、アラブの国の人が、私にたくさんバナナをプレゼントしてくれました。多分ね、これね、もう、熟してて、見た目が悪いから売れないんだと思います。中はしっかりしてる。あと、しばらく持つっていうからさ、窓辺？そう。窓開けて、こういう、あるじゃないですか、置く場所。なんていうの？わからない。窓辺に出しとけば、もう秋も竹縄だし、寒くなってきてるからね。だから大丈夫とか言うから。まあ、冷蔵庫に入れると味が落ちるんですよ。で、たくさんもらっちゃって、それ使ってまたスムージーにするか、スムージーってありますよね、飲み物。ほら、デーツと一緒に混ぜてスムージーにするか、あとは、こうやって朝、一生懸命、食べていく。多めに食べていく。そう、ミューズリーと一緒に。だから、それをやろうと思います。今ね、デーツを探しているんだけど、どっかしまい忘れてる。デーツがない。猫ちゃんと昨日脱走したんですよ。昨日ね、猫ちゃんが脱走したの。ちょっと気をつけてる。寝室に閉じ込めてる。エリザベスカラーをしなければいけないって言われてるけど、ほら、傷口をね、引っかいたりするじゃないですか。口の周りとか喉のところだけど、食事の時だけはエリザベスカラーを取ってもいいって、外してもいいって言われてるから、外して食事をやってる時、ちょっとした瞬間窓から逃げられて、そう、捕まらなかったけど、やっと捕まえて、もう寝室に閉じ込めてる。事件ですよね。そのままいなくなっちゃったらね、困るじゃない。行方不明になっちゃいましたとかさ、病院で電話してさ、大変なパニックになるじゃないですか、お互いに。医者も私も。それでは、今ここに、オートミールを少々入れます。バナナをたくさん入れるので、少々ね。それで、デーツ探してんだけど、どこ入れたかな。私はデーツとバナナの組み合わせが最高なんですよ。スムージー作るときもこの組み合わせが最高なんですよ。あれ？
寒いから暖房つけているので暖房の音がうるさいかもしれません。それで私の誕生日好きだからって言ったからプレゼントしてくれたのかもしれない。いつもなんかそうすごいね、サンパっていうのはサンパティックってなんて言うんだろう、感じのいい、そうフレンドリーな人。デーツ入れます、デーツ入れます。そして牛乳を入れてちょっとふやかします。デーツがね乾燥してるから、ドライフルーツだからちょっとこれでふやかします。そこにピーナッツとかのナッツも入れちゃいます。その前にちょっとバナナこれをふやかしてる、このね今その一瞬一瞬時間はもったいないから、ちょっと紅茶飲みながらバナナの説明解説をしていきたいと思います。これはマルチニックっていうフランスの元植民地で、現在ではフランスの県に入っているんだけど、このグアドループっていう島とかさ、マルチニックとかそこら辺のカリブ海の、まあ、キューバの近くなんですけど、まあ、キューバはスペイン語圏じゃないですか、そことは違うフランス圏ね、だから今フランスの県っていっぱいあるじゃない、フランスの中に。そういう感じで一つの、だからニューカレドニアもフランスの県じゃないですか、そういう感じで行き来がなされていて、これもねお友達がマルティニックの人が買ってきてくれたんだけど、このカップね、まあ特徴としてはイギリスと同じくタータンチェック、これがトラディショナルなものですね。でバナナについて今話すんだけど、どれだけあるか数えてみましょう。まずこれじゃない、何個あるか数えてみようと思います。大変なことになってる、本当重たい、大きい重たい。1,2,3,4,5 これさ、段ボールでさもらえばよかったけど、袋にビニール袋に入れてくれたから、1,5,6,7,8 9 10 11。これさ食べきれなかったらどう、だからスムージーにして1日に10本ぐらいずつ食べてればいくわよね。どこまで行った、数えてて1,2,3,4,5,6,7,11まで行った、え、うん、すごくないこれ。スムージーとあとミュージリーに混ぜて食べるっていうやり方はね、オッケーだと思う。12,13,14,15,16
大きい。よし、味。19? これで。あれ、どこに数えた？20。で、1個は、その場で食べさせてくれたから、こういう味だけど、って、中見てごらん。中はちゃんと、ね、しっかりしてるでしょって。なんだろう。腐ってないんですよ、別に。ただ、色が、周りが黒くなってるっていうだけのことで、買わない人がいるからだと思う。あれ、くれちゃった。すごい。数、たくさんありますね。しかも私、自分の持っていた、もともと持ってた、これはどこかな？これ、コロンビアの、コロンビア製のバナナ、もともとあるからさ、これも含めて、この小さい、コロンビアのは小さい。こういう色で売らないと、売れないらしい、この色のタイプ。こういう感じで、じゃないと売れないから、お店に出せないから、って、もらっちゃった。あ、バナナケーキでもいいし、あとバナナのタルトでもいいし、できますね。これだけあったら。ちょっとグロテスクだわ。いや、さ、店の中にさ、入った瞬間さ、一本食べてごらんってさ、一本は、店の中で食べるという、このフレンドリーなこの感じは何なんだろう。いや、私はアルジェリアというと、歯医者の助手がさ、私の歯医者の助手の人がさ、アルジェリア出身だけど、この人はどっちかっていうとアラブ系じゃなくて、ユダヤ系の人、だからユダヤ人で、なんか迫害があった時に、アルジェリアとかの北アフリカに移り住んだ、チュニジアとかさ、そういう人たちもいるわけで、またそれとは違うタイプの、うん、そうだと思うんですけど、まあいろいろいますね。シンパシーがあるって、なんかさ、すごいフレンドリーだわ。なんかフレンドリーなさ、国民っているわよね。あとはどこかな。そう、フィンランドの人も、あとアルメニアの人も、あと、なんか、巣のままっていうか、なんか、天然というか、まあ、グルジアの人もそうだけどさ、グルジアってジョージアね、天然よね。というわけで、ちょっとこれに、残して。続けます。バナナを入れます。バナナケーキを焼くっていうのもいいかもしれませんねなんかさ、森村かつらがさ、作家のニューカレドニアでさ、バナナケーキをさ食べてすごく病みつきになって、自分でも作ってたっつってさ、軽井沢でさ、ケーキ屋っていうかコーヒーショップみたいのをやってて、自分で手作りも出してましたよね。私行ったことあるもん、軽井沢に。多分あの時は私が車で薄い峠を通ってだから群馬から入って、車で薄い峠あそこを登って、で軽井沢まで行って、車で行ったんだよ。それ覚えてる。うちのお父さんと一緒に行ったんだ。それでまず上田まで行って、おばあちゃんに会って、その後また引き返して、その時森村かつらさんのコーヒーショップがあるっていうから寄って、でそこでケーキ食べてっていう、なんか懐かしいですね。
思いましたね。はい、切りました。それではちょっとお皿も必要かしら、これなんかバナナの皮。というわけで毎日ミューズリーを食べています。ミューズリーっていうか、なんて言うんだろうね、フロコンダボアルミってなんて言うんだろうね、小麦のオートミール。あとは先日グルジア料理を作った時に残ったザクロを入れていこうと思います。ザクロはとても体にいい、あの人、ギリシャ神話のいるじゃないですか、あの意地悪だった神様ヘラっていうさ、女性、あのゼウスの奥さん、すごい意地悪で気に入らないとみんな皆殺しにそう皆殺しにしていたのですね。でもヘラっていう人がどんどん年を取っていくじゃないですか。でゼウスが浮気とかするから、浮気相手をさどんどん殺していくみたいな、そういう性格。でも若返りっていう魔法も使えたので、あのヘラの得意技はどんなに年を取ってもまた若い女性に戻るってことができるっていうのが特徴で、はい、ザクロが好きだったって聞いたよ。ザクロが魔法の果物っていうか、これ魔法の果物なんですよ。これを食べてるとなんか若返るらしい。でまあグルジアのさ料理には欠かせない、グルジアってすごくハーブを使う、まあ、漢方的な料理じゃないですか、すべて。ですから私はあのテンプル騎士団のさ若返りっていうか、まあ長寿のレシピを前紹介してたんですけど、まあグルジアのものとか地中海のものとか、だからまあ黒海って黒い海、まあそこのあたりとか、あとバルカン半島、その元ユーゴスラビアのそこら辺とか、深いですよ、あの奥深い。ただいろいろあって、まあソビエトにさ併合されてた時期もあるから、グルジアなんかあそこら辺の国みんなさ、そうソビエトの時代にさいろいろコントロールされていたじゃないですか、ルーマニアとかさ。でもなぜソビエトがそこを狙ったかっていうと、そして戦争の時、第二次世界大戦の後ドイツが2つになって東と西になって、東の方では何が隠されていたかとかね、まあ奥深いんだけど、やっぱり欲しいものがあったと思いますよ。それはあの西側の、アメリカとかさ、あとグローバルな人たちのやり方とは違う秘宝っていうか、秘密の、だから秘密の地下とかさ、ルーマニアの、そう、あの地球の内部地底とかそういうところに興味があって、ソビエトはそうやってコントロールしてたんだと思います。まあ魔法の世界っていうか、だから機械化されてさ、グローバル化されてさ、
マネーマネーで金融が第一っていう考えの西側と反比例して、東ヨーロッパはいろいろ食べ物の点でもとても体にいい自然なもの、ブルガリアとかさ、あそこら辺興味深いのですが、あとはフランスがなぜアフリカとか、その中央アメリカとか、あとあそこニューカレドニアのような太平洋のそこら辺とかを植民地にしたとか、あとベトナムとかカンボジアのあの辺りを狙ったかっていうのは、やっぱり漢方のすごく自然な薬草がいろいろあるんですよ。食事法とか、あとレシピ、あとアフリカね、アフリカや全てのそういう未開の場所をみんなが知らないような場所の料理とか、フランスに来ればパリなんか特にいろんなレストランがあって食べられるし、私はフランスに来なかったら絶対日本で食べてなかったような料理と知り合ってるし、まあ、エチオピア料理とか、そうですね、アフリカ料理とか中央アフリカとかさ、いろいろあるじゃない。だからあとアラブ料理とかさ、スカンジナビア料理とか何でもいいけど、フランスだといろいろ食べられるかなっていうのがあって、ここの地が気に入ってます。日本にいたら絶対ね、日本で流行ってるものしか食べないと思う。まあグローバルになってるからいろんなのあるけど、やっぱりアメリカ主体じゃない。ここ今ね5つのスパイスっていうチャイっていう粉を入れています。まあシナモンが貴重なんで一番土台となってるんだけど、あとはナッツをどんどん入れていきます。ナッツを入れて、ナッツをね食べるとねすごく健康っていうか長生きするんですよ。バナナとナッツですよ、とにかく基本となるものは。毎日ナッツとバナナを食べると長生きするって言われるじゃない。アーモンドも入れて、からコーンも入れて、マカデミアナッツとカシューナッツと、中夏と、あと何入れる？何入ってる？他にも何か入ってるはずよ、これ。これ何か入ってるはず。あ、これこれこれ。フェーブ。フェーブって何て言うんだろう、また忘れた。日本語でフェーブって何て言うんだろう。そら豆。そら豆ですね。こんな感じで、これ、ここに入ってるのを一通り入れて、これなんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、ピーカンナッツ。この中にはブラジルナッツだけがないっていうか、ブラジルナッツっていうのもありますよね。あとピスタチオとかも美味しいですよね。ここにはそれ入ってない。というわけでこの中には他にヘーゼルナッツがどっかに潜んでいるはず。こっちヘーゼルナッツ、ピーナッツばっかりがだんだん残って、ヘーゼルナッツが見つからない。うん、やっぱりさ、こういうさものってさ、ピーナッツをたくさん入れてるじゃない、業者としても。ヘーゼルナッツが今日見つからないですね。諦め出来上がり。
この後普通にバナナ1本食べると思う。この後というちょっと私は興奮状態にあるのですが、バナナがたくさんありすぎて興奮状態にあるのですが、あ、なんか音楽が途絶えたな。この後何をするかって、あとでまた占いをしたいと思います。多分大谷翔平選手をまた久々に占おうかな。久々ってこの間やったばっかりだっけ。だからね、どうなるか、この先ピッチャーとしてまた復活するのかとかさ、そういうのを占いに聞いてみたいと思います。あとは何か楽譜をコピーしてきて、またシューマンのいろんな曲集を続けて練習したいと思います。まあ、ファンタジースティックとかあるじゃない、幻想曲集ってあるじゃないですか、とか、あとウィーンのカーニバル、ウィーンのシャニクサイっていう曲の、こうやっぱりそれもいろいろな曲がいっぱい入ってる、何曲か入ってる、例えば子供の条件みたいな感じで何曲もこう一冊の中に入ってるっていう、だからやりがいがあるっていうか、一つ始めたら全部全曲弾きたいなっていうのもあるし、あとはシンフォニックエチュードって公共曲的エチュードって練習曲ありますよね。それは一通りやったんだけれども、やめちゃったから、途中でやめちゃったけど、一通りやったんですよ、それは。この曲もいいですね。まあ、とりあえず今、シューマンをやっています。でもね、シューマンってたくさんあるのよ。私、楽譜いっぱい持ってて、まだ弾いてない曲集もあるし。ね、うん。シューマンのさ、伝説を読んでみると分かると思うんですけど、ちょっと変な人じゃない、すごく癖のある人じゃないね。私が小学生の時、作曲家のさ、伝記っていうので初めて読んだ人がシューマンだったんですよ。何この人みたいな。で、まあね、子供たくさんいるしね、それはどうでもいいことだけど、まあ、ショパンなんて子供一人もいないじゃないですか。でもこの二人は知り合いっていうか、同じ時期に活躍していた作曲家で、そう、なんだかね、いろんな人がいて面白い。私は作曲家の伝記を読むのが趣味だったんですけれども、まあ、小学生の時から始めて、大体こう知ってて、歴代のいろんな人知ってて、でさ、フランスに来てさ、コンセルバトワールのさ、すごい有名人とかさ、お勉強じゃなくてピアノだけやってる、勉強はあまり分かんなくてピアノだけ小さい頃からやってたっていう人が、まあ、大学じゃないからね、コンセルバトワールってやっぱり高等音楽院ってさ、大学じゃないからね、お勉強は各自子供の頃から、例えば家庭教師を雇うとか、そういうふうにやるぐらいで、あまりお勉強しないで、ピアノを中心にやってきた人たちの集団だからさ、フランス人の。ちょっとね、伝記のことを話して、こういうのミズコロジーとか言ってさ、音楽学とかさ、そういう違う方面というか、技術的なピアノのテクニックとかじゃなくて、それはそれでそういう、あるじゃないですか、そういう。ミュージコロジーっていうさ、大学で単位を取るとかさ、それと関係なくテクニックテクニックテクニックでやってる機械的な音楽家っていうのがいるわけで、まあコンクールを狙うために小さい時から2歳ぐらいからやってるみたいな、
そういう人たちに限って電気の話するとこの作曲家はこうこうこうでって私が教えてあげても知らないとか言ってるから、一人一人の作曲家の生い立ちとかそういう、ね、物語も知らないでピアノの楽譜だけ暗記してるっていう人が多かったのでとても驚きました。まあそういう人に限ってさ曲とかさ聞いてると感情がこもってないっていうか、ただ間違えないで弾くっていうことだけ頭に入れてやってるっていうからさ、もしなんか感情を込めたら途中で間違っちゃうから、あのミスタッチとかしちゃうから嫌だとか言ってるからさ、とにかく脇目も振らずに突っ走るみたいな、あの間違えないで頭の中に詰めた暗記したものをどんどん弾いてって、そうスポーツ的にどんどん弾いてってミスタッチしないで、そうミスなく弾かないとコンクールに受からないんだよとか言ってるからさ、そんなもんかな。でもやっぱり感情とか人間的なさそういうエモーション入れないといけないじゃないですかとか言ってもね、聞かないからさ、実に。しかもやっぱり手が大きいとかさ、手が大きくてガンガン弾くとかそういうね、あんまりエンパスではないわね、そういう人たちは。だから全然上がらないっていうか、舞台に出ても感じないみたいな、あの人々のことなんて別に眼中いないっていうか、人にこう見られてて注目されてても別に上がらないっていうか緊張もしないみたいな、そういう人たちの集まりなので、私がこう見たところあまり興味ないっていうか、私はそういう有名になろうとか思ってやってるわけじゃないから、有名になるためにそうやってね一目置かれてこうツアーとか組んでさ、一年中回ってるみたいな、同じような曲さこう詰めて一年中同じのこう弾いてるみたいな人たちっているじゃないですか。そうじゃなくて、私は一日一曲でもいいから違うのを毎日弾きたいっていうのがあるから、しかもあのピアノバーみたいにさ人がこうあのリクエストしてこれ弾いてくださるとかそうじゃなくて、私は自分が選んだ曲しか弾きたくないので、それ言ってると先生からも嫌われるし、ピアノ先生からも嫌われるし、もしバイトでピアノバーとかでさ演奏してたとしたら、自分の弾きたい曲しか弾きませんとか言うと、あのやっぱりね客もいい顔しないしっていう感じで、私はそういうショービズとかに向かないタイプかなと思って、自分で好きで家で弾いてるのがいいかなって思うのね。今特に集中してやりたいのはロベルト・シューマンですね。はい、それではまた後ほど占いをしたいと思います。ありがとうございました。良い一日を。チャオチャオ。